ゴルフ道場加藤、パーシモン加藤です。パーシモン加藤流アプローチ、こんな時どうする、今までご紹介してきたアプローチを、ひとまとめにやりますので、まずはご覧ください。なんと7球中3球チップインしました。まずは、打ち方の方なんですが、もう一回説明すると、フェアウェイウッドの方はもうグリップエンド視点で、ヘッドの振り幅スピードで、コントロールしている。そのヘッドの動きだけ意識、まあ、他のやつも全部そうなんですけどね。この8番アイアンはもう完全なランニングアプローチですね。上げてコツンとぶつけていくだけ。膝ちょっと左に寄せてるやつです。はい。で、続きまして、こちら9番。この9番もですね、ちょっとこれは結構縦めの、立てて転がしてます。左に膝寄せて、もうこのようにぶつけるだけ。アビコ流、林義郎プロ流です。今のとこ3球打って2球入りました。で、これが、これは50度でやっております。これもね、カラーの先まで上げて、転がすと、ちょっと左に寄せて、ハンドファーストで打ちたやつですね。で、これはどうやって打ったかな。あ、これは逆に上げたやつですね。重心真ん中で、真ん中じゃない、これフェース開いて重心ちょっと左かけて、上からコツンと上げて、上から打ってるんだけどロフト開いてたんで上がったってやつです。で、ここからが対照的な打ち方しました。これは、フック回転かけて転がしてます。だからフック回転かけて転がしてるんで、フォローが変わった位置に上がっていきます。で、逆にこれは、カットまでいかないんですが、フェース面変えずに体の回転で振り抜いて、出玉をふわっとちょっと上げるイメージでいきました。はい。ただやっぱ傾斜に負けてね、結構左行っちゃったんですよ、これ。結果がね、結果的に7球打って、3球チップインというかなりの高確率のチップインになったんですが、まあ、これ自分で自分の打ち方、このチップインがこれだけ出たっていうのを解説すると、やっぱりね、インパクトが緩んでないんで、たまに変なスピンがかかってないんで、こういう入る確率が上がるというふうに自分では思ってます。あとは、緩まない打ち方をしたいと思ってるんで、バックスイングを無駄に大きく取らないと、まあ、無駄、これが大きく、この距離
の割にバックスイングが大きくなってしまうとインパクトこれ緩みますから、そうすると微妙に、ダフったり、トップはあんまりないかな、ダフりが出やすくなるんですよ。でもこの私のパーシモン加藤流の打ち方は、緩まないことを一番に考えているので、バックスイングはあまり大きく取らず、そこからしっかりと、ヘッドを加速させて打っていくと。なのできっちり球にコンタクトしやすいんです。まあ、これが、7球中3球入った要因だと、思っております。で、全てこのしっかり打つっていうのを、考えてどう打つかを考えているので、フェースを開いて打ったりですね、逆に、ちょっとフェース閉じておいてインサイドアウトにフック回転をかけて打ったりということをして、ピンを狙っていってます。全てその状況に応じて、ボールをどう打っていくかと。だ、これなんかはね、なんでこんな打ち方したかというとね、ちょっと球浮いてたんですよね。だ、下入っちゃうとフェースの上っ面ちょっと上目に当たりそうなのが嫌だったんですよ。それで、ちょっとフック回転インサイドアウトだとちょっとフォローが上に抜けていく感じになるんで、それでさっきのような選択。逆にこれはちょっと左足下がりで球がやや沈み気味でもカラーの先までは、上げて飛ばしたい、じゃあ緩まないで打つにはどうするかということで、このような打ち方を選択したということです。ですので全て、こういう球を打ちたいから入るのではなく、この状況では、どういうボールが出やすい、この状況では、どのように打てば、緩まないでしっかりヒットしていけるかと。で、そのしっかりヒットした状態、しっかりヒットして寄せるためには、どういう球筋がいいのかっていうことを考えて、アドレスすると。で、アドレスしたらあとは、素振りで、決めた振り幅、スピードで、打っていくことに専念するだけです。なのでまずはこの状況判断と、状況判断からのアドレスが非常に重要になるので、この辺はですね、ぜひアプローチ練習できるところがあったらですね、アプローチ練習場でいろいろ試してですね、やってもらいたいなと思います。パーシモン加藤流アプローチ、参考にしていただければ幸いです。